本校では、ドイツ連邦共和国ヘッセン州南部の都市、ダルムシュタットの歴史について詳述する。ダルムシュタットは、フランク人入植地から中世になって築かれた都市で、ある。16世紀のヘッセン分割後は、ヘッセンダルムシュタット砲白領の宮廷所在地として、政治的中心地となった。19世紀には、ヘッセン大公国の首都となり、ドイツ帝国滅亡後は、 ヘッセン人民州の首都となった。第二次世界大戦で壊滅的な被害を受け、戦後、ヘッセン州の首都には、大戦の被害をほとんど受けなかったビースバーゲンが選ばれ、政治的重要性を喪失した。しかし、有限とティール運動の中心地として、あるいは、ダルムシュタットか現代大音楽講習会などで、国際的に知られる芸術文化都市として、 その存在感を保っている。いくつかの出土品や農耕跡から、紀元前4000年から5000年に、ベッテラウ地方から戦隊分土器文化が伝播し、その後いわゆる列船文化が、ベッテラウ地方からもたらされたと推測されている。また、南からわずかながら、ミヒエルスベルク文化が入り込んだこともわずかな、出土品から証明されている。これら3つの新石器時代の農耕文化は、 その重要性や位置の持つ意義が高く評価されている。紀元前2000年頃から金属加工、新しい縄目分土器製作術、小景灰をもたらした重要な民族グループが移住してきたことが分かっている。はじめはストライタクセルートと名付けられた人々が駐輪源からマイン地方に進出した。彼らは戦闘能力に優れており、土着の民族を駆逐したと考えられている。 彼らの墳墓遺跡がアルハイルゲン区の北部やグラニヒシュタイン区に残されている。これとほぼ同じ頃に初めて同加工技術を持ったグラカンビチャールウッが西ヨーロッパからやってきた。この民族がストライタクセルウッをダルムシュタット地域から追い出したことが数多くの出土品から証明されている。1926年に重要な墳墓遺跡が発掘された。ここには 若い男性が典型的な屈葬の形で埋葬されていた。この遺体は最古のダルムシュタット人としてダルムシュタットの州立博物館に保管されている。紀元前1600年から1200年頃の青銅器時代には人口の紛糾の下に体を伸ばした状態で埋葬する独特の埋葬形態からヒュージルグラバーブロンゼジットと呼ばれる民族グループの痕跡が数多く見られる。 多くの陶器、ソーシング、武器、さらにはバルト海沿岸で産出した琥珀やシュレージエン地方のアームストルパンといった副葬品が最初の文化的流星を示している。ビックスハウゼン区ではこの時代のものである最初の住居は紀元前1200年頃から社会構造の変化による完全な文化構造の変化が起こった。放牧が優勢だった地域に農耕がもたらされ、 仮想が行われるようになり、骨壺に収めて埋葬されるようになった。骨壺文化と呼ばれるこの文化の人々は、数多くの実用土器や送信具、武具から高い技術力を持っていたことが示されている。ダルムシュタットの存落はおそらく8世紀あるいは9世紀にフランク人によって建設された。この時代以後、この地に一貫して人が住み続けていることは疑いの余地がない。 しかし、ダルムシュタットが歴史上の記述として初めて現れるのは11世紀の末である。貴族、レーニン・ボーデン家に属するジン魚・ボーデ・ハクにダーマンドシュタットの調税を許可したというものである。ダルムシュタットは、はじめドライエック狩領場に属した。その後、1002年にボルムス首長領に属すベッスンゲン・領の村となり、1009年にバンベルク首長領となった後、 1 0 1 3年6月21日、ビュールツブルグ市協領となった。その後1803年の帝国代表者会議主要決議に基づく世俗化までビュールツブルグ市協領に止まった。13世紀の中頃にカッツェネルン防炎クはダルムシュタットの近くに水木を建設した。その防衛のために城の南側に徐々に騎士が住むようになっていった。 城の東側にはもともと農民が住んでおり、それぞれを核として二つの町が形作られてゆき、おそらく最初は別々に運営されていたと思われる。1330年7月23日、皇帝ルートビヒ4世はカッツェネルンボーゲン言クビルヘルム1世にダルムシュタットの都市圏を授けた。この特権主義はハクに対する個人的なものであり、市民や 都市在住の貴族に対して何らの権利を与えるものでもなかった。しかしこれに付随する市場の開催権によって、それまで目立たない入植地だった。この街の重要性は急速に増し、近隣のあらゆる経済がダルムシュタットの市場に集約されるようになった。ダルムシュタットは、より古くより大きな都市であるフランクフルトアムマイン、ボルムスのシュパヤーと肩を並べるようになった。 ダルムシュタットは、ベルクシュトラーセの北に直結している。このことはこの都市の大きな経済上の利点であり、政治的にも例えば、ラインハイムのような近隣都市を凌駕していた。さらにダルムシュタットは、フランク時代からすでに、少なくとも一部は防類を築いていた。そして遅くとも、カッツェネルン防源白の水木が建設された頃までには、ベルクシュトラーセに直結するベスンゲンにも支壁が、 気づかれていた。このベルクシュトラーセに直結する高イと水木を含む防壁の組み合わせは、か、都市圏獲得後、はじめは地域を厳格に規定していた、市壁内で都市活動が行われていたが、急速にスペース不足が起こったことから地域は次第に拡大を続け、それまでの二つの町は一体化した。内側、外側の両市壁の完成までには、 約100年が費やされた。市の自治権は市長を代表都市14名からなる三審裁判所によって運営されていた。普通は宗教との関連から7、または12人で構成されることが多い市民。代表者がこの都市では14人という人数であるのは異例なことである。おそらくオーバードルフから7人、ウンタードルフからも 同数の市民代表者を受け入れたことによって人数が倍になったのだと考えられ、農民からなるオーバードルフと、貴族からなるウンタードルフの社会的な距離の大きさを示すものである。やがてこの人数は減っていき、都市の運営はわずかな家族の生員によって占められていた。彼らは生涯その職にあり、死後もその家族の生員に世襲されていったのである。このことはやがてこの町に起こる。 政治的緊張の予兆を示すものであった。市民階級の人々は自分たちの意思が反映されていないことを明らかに感じ取っていた。市民たちの権利意識を考慮し、カッツェネルン防ハクフィリップは1457年に市の運営担当者を14人に戻し、そのすべてを選挙で選ぶように命令した。しかし、すでに存在していた三審裁判所の影響力はどうやら、 相当に大きなものであったらしく、バイアヤーズという役職を設ける方法で、組織の拡大だけを実行した。この役職はその名が示す通り4人で構成される、委員会で市民の意向を代表する組織とされた。この委員は、市民の直、14世紀から15世紀にかけて、カッツェネルン暴言博は、城の増改築を続け、十五世紀の中頃には、中世の城塞的性格の水木は、 堂々たる上官に変貌していた。ダルムシュタットはカッツェネルンボーゲン博の副首都となり、1385年にカッツェネルンボーゲン博妃エルゼがその館に未亡人の宮廷を組織する頃には最初の発展最盛期を迎えた。1453年2月にカッツェネルンボーゲン博フィリップ・デア・ユンゲレンが創生した、後ダルムシュタットの上官はその未亡人オッティリーの館と、 なった。1479年に最後のカッツェネルンボーゲン博がなくなり道家が断絶した後、ダルムシュタットは、ヘッセンホーハ,クハインリヒ三世のものとなった。これによりこの都市は重要な福祉都と,としての威勢を失い、権力中枢のカッセルから遠く離れた、全省基地という位置づけに落とされた。上官や死壁があるにもかかわらず、その社会構造は、 かつての農村にふさわしいものになっていった。この時代の初期で重要なことは、1489年8月10日に、ハイン・リヒ3世が、すべての都市特権の有効性を容認したことである。これによって、都市権及び市場開催権はそれまでの白の束縛を逃れ、市当局の管理下に置かれることとなったのである。ただし、砲白はその代償にこの都市に、経済的支援を義務付けた。 こうしてダルムシュタットは、砲白のひどい財政状況の一端を押し付けられ、その借金によって、経済的に没。ヘッセン砲白フィリップだが、ダルムシュタットにとって、本当の変化は、フィリップが砲白に即位した1518年に訪れた。この年にフランツフォン実金園がダルムシュタットを、攻撃した。この時、比較的新しい紙壁ですら、技術的に絶望的に、 時代遅れのものとなっており、包囲戦を長く持ちこたえることはできなかった。これにより上官は初めて破壊され、都市はその後何年も破壊された建物の再興に費やさねば、ならなかった。しかし、この町は包囲戦以前の姿に再建され、防衛施設の根本的な刷新は諦めなければ、ならなかった。その結果、わずか数年後の1547年の、 シュマル・カルデン戦争で皇帝軍の襲撃を受け占領された。このため上官と都市の大部分が再び破壊されたのである。この戦争の原因の一つにシスマがあった。フィリップは1527年にヘッセンに宗教改革をもたらし、これにより皇帝、その後の両者の対決でダルムシュタットは引き続き停滞した。しかし、フィリップは明らかに前任者よりも、 大きな負担を強いたにもかかわらず、ダルムシュタットの経済は眼見であった。政治的も、フィリップの知性には、多くの会議や外交交渉が、ダルムシュタットで行われている。内政面では、都市は、このため多くの役所が二重構造化していった。例えば市長は、資産次会が一年ごとに選出する、ラーツビュルガーマイスターと、市民階級がやはり一年ごとに選出する、 ユンゲラビュガービルバーマイスターがいた。このように、資産次会と市民の間には緊張関係があり、資産次は十分に死を代表するとは言い難い状況にあった。ヘッセンダルムシュタットハクゲオルク一世1567年に、フィリップ関陽白が亡くなるとヘッセンは4人の息子に分割された。4男のゲオルク一世は、ヘッセン家の傍流となる、ヘッセンダルムシュタット家を創設し、 それまで前哨基地に過ぎなかったダルムシタットを堂々たる旧帝都市にしていった。最初は兄のヘッセン・マールブルク砲白ルートビヒ4世の貢献下で上官の再建や新しい市庁舎の建設、趣向業法や営業法の交付を行った。その後、ゲオルク一世自身は財政を強化し、新しい統治法を定め、司法改革とその中央集権化を行い、 精力的に都市の再建を行った。そして1590年からマグダレーネ通りの旧ホアシュタットを建設、上官のさらなる増築も行った。フィリップのヘッセン領であった他地域からのヘッセンダルムシュタット法白の主権分離を規定したラント法に関する兄弟との長く、結局は不調に終わった。交渉の後、ゲオルク一世は1591年についにこれを確定した。 これによりダルムシュタットは、ゲオルク家の主権地域の永続的な首都となり、やがては、かつてのヘッセン包括領の大部分を包含する、形で再統一されたヘッセン大公国の首都となるのである。外交面では、ダルムシュタットの利点を活用し、ゲオルク一世の知性の間戦争に巻き込まれることは、なかった。これにより内政面では、経済、豊かさ、死、 の人口は急速に増加していった。彼は、検診令を経た子供に教育を与え、事実上修学の義務を規定した。また、ゲオルク一世は、1592年に、私立の旧品院、1594年から城内で、孤児に教育を施したことで、社会福祉の基礎づくりの契機を与えた。遅くとも1582年以降、この市は、魔女狩り熱の虜となり、 約40人の女性とバオルフ・ベーバーという名の若者が魔女として有罪判決を受けて処刑された。その同じ頃にはペストの流行が繰り返し起こり、1585年の1年だけで市民の10%以上が亡くなった。しかし、魔女狩り熱やペストの流行があったにもかかわらず、ゲオルク一世の知性にダルムシュタットの人口は増加した。ゲオルク一世の息子のルートビヒ五世は、 最初は、父の始めた拡張、新設工事を引き継ぎ、ダルムシュタットはさらに発展して行った。しかし1604年から、ヘッセン・マールブルク砲白の遺産をめぐって、ヘッセン・カッセル砲白と争いを始め、さらに1618年の30年戦争の開始によりダルムシュタットは危機へと突入していった。1626年のダルムシュタット1626年に、 ルートビヒ五世の息子である、ゲオルク二世が即位したことで、都市内の少数派住民の立場も変わっていった。帝国のどこにいても差別されていた彼らであったが、ゲオルク一世はその権利を保障し、比較的問題なくそれぞれの家業に専念することができていた。だが、戦争は、キリスト教徒とユダヤ教徒の関係を悪化させ、ユダヤ人の経済的な地位に対する反感を呼び起こした。 ゲオルク2世は即位の直後に全ユダヤ人に対して退去を要求した。彼はユダヤ人追放を要求する資産次会の指示を得ており、1627年8月1日の期限までにダルムシュタットから立ち去ること、この期限以後はいかなるユダヤ人もその安全を保障されないことを宣言した。これに対しユダヤ人は帝国最高法院の判決に守られ追放を、 回避した。ゲオルク二世は1629年2月20日のユダヤ人霊で情報はしたものの大きな制約をユダヤ人に課したのであった。1630年から戦争は激しさを増していった。ヘッセン・カッセル・ホーハク・ビルヘルム五世はスウェーデン王グスタフ二世やドルフと同盟を結んだ。これを受けてヘッセン・ダルムシュタット・ホーハク・ゲオルク二世は皇帝側に立った。これにより マールブルクをめぐる争いにおいてもスウェーデンは、ヘッセンカッセル砲白を支援した。これに対して、ゲオルク2世は、皇帝の出馬を急がせようと試みた。結局ギーセンの方が防衛に有利だと判断した、ゲオルク2世は、ダルムシュタットを離れた。彼がダルムシュタットに戻るのは、戦争が終わった後の1649年になってからであった。 その後1632年から1633年の冬にダルムシュタットでペストが流行し、1635年までに2000人の犠牲者が出た。同じ年にフランス軍が無抵抗のこの都市を数週間にわたって占領した。これにより害には大きな被害がもたらされ、周辺の町村は略奪され、中には火をつけられた集落もあった。畑も荒らされ、 飢餓に襲われた。1639年にこの都市はまたもや、占領された。今度は、バイエルンの軍勢であった。そして都市は、今度もまた荒らされたのである。砲白がギーセに滞在している間にも、ダルムシュタットの周辺地方は危機に瀕していた。周辺の村から、死壁の中は安全だと誤解した逃亡者らが、都市の中へ逃げ込み、ペストの新たな温床を持ち込んでいた。 1647年4月にフランス軍がまた戦闘なしにこの都市に進出した。廃墟の縁でダルムシュタットはこの軍勢の面倒を見ねばならず、悲惨時は貧しい市民たちには破滅が待つだけだと抗言してはばからなくなっていた。かつてはダルムシュタットに流星をもたらしたベルクシュトラーセ、ソイという高位置が裏目に出て常にこの街道を行き来する軍隊を宿泊させなければ ならないことになり、経済的な負担の限界に来ていた。ベストファーレン条約によって戦争が終結すると、ダルムシュタットはゆっくりと回復に向かった。戦争直後から緩やかな再考がなされ、砲白と資産時の間で行政運営の細部にわたる権力闘争が行われた。資産時たちは砲白によって自分たちの権利を削減しようとしており、絶対君主制が 間近に迫ったことを感じていた。1661年からのルートビヒ6世の知世には平和なだけでなく経済発展も戻ってきた。建設工事は再び増加し、豊かさが広がった。デオルク2世が1659年にライン同盟に加盟したことでもたらされた緊張は、ダルムシュタットの防衛施設の改良が必要であることを明らかにした。そこで、 ルートビヒロクセイは、星型の防類施設で、ダルムシュタットを囲う計画を策定した。最終的には、都市防衛の小規模な改良だけが行われた。ルートビヒロクセイは、彼の前任者が始めた、領主特権の拡大を継続した。前途裁判所のほぼ完全な無力化は、市行政当局の権利を著しく制限した。さらに重要と考えられるのが、 資産人の選挙における方白の選択権を制定したことである。方白は資産次会議員選挙において候補者を容認するかどうか選ぶことができた。これには参次会議員同士の選挙は無駄になる場合があるということを意味する。さらに後に資産次会議員選挙時の候補者推薦権を設けたことで方白は事実上資産次会を完全に小中に収めたのである。 ルートビヒ6世は1678年4月24日に亡くなった。息子で後継者となったルートビヒ7世はわずか数ヶ月後に赤痢に感染し亡くなった。このため最も身近な親族で当時10歳だったエルンストルートビヒが母親エリーザベト・ドロテア本作コ考ブルクの後見下で統治を行った。彼女は夫の意志を継いで 積極的に都市の発展を図った。ヘッセンダルムシュタット砲白、エルンストルートビヒエルンストルートビヒが自身で統治を開始した1688年には外交状況は悪化していた。遺産紛争に関して脅しを受けたエルンストルートビヒは、ルートビヒ2世に習って依然として防衛施設が脆弱なダルムシュタットを離れて、ギーセンへ避難した。彼は、 自らの両方全域に絶対領主制を施行と考えた。それは、ダルムシュタットにとっては、資産次回に、さらなる制約が課されることを意味していた。1693年、フランス軍がダルムシュタットを攻撃し、上官のベルクフリートや、死壁の一部を担っているバイサートの一部を破壊した。エルンストルートビヒは、まさにその場所に、ノイエフォアシュタットを建設した。 ダルムシュタットはやっと構造上も農民都市から宮廷都市へと変化した。新宮殿の計画図1698年に外交的な緊張が緩和するとエルンストルート・ビヒは停心と共にダルムシュタットに戻ってきた。それ以前から彼は都市の再建を命じていた。この時期に多くの代表的な建築物が建設された。1715年に宮廷のオフィスが 火災にあい、この機会に古い宮殿を4つの大きな翼頭を持つ新しい宮殿に建て替える計画が立てられた。しかし、資金難から1726年に2つの翼頭が完成しただけであった。エルン・ストルートビヒは多くの政治的な改革を行った。彼はユグノー派の人々を移住させ、資産自会の抵抗にもかかわらず、ユダヤ人に、 宗教行事の許可を許可し、その上後には、シナゴーグの建設さえ許した。また、カトリック信者らにもその祭事を許した。彼は、絶対君主制に啓蒙主義を吹き込んだのである。しかし、エルンストルートビヒが治めた両方は廃墟に近い状況にあった。彼の晩年、金融状況は壊滅的な状態にあり、彼は、鉛から金を生産させようと、 錬金術師を雇うことまでしている。もちろん、これは、さらなるコストを生んだだけであった。1739年に、彼が亡くなった時、その両方の借金は400万グルデンに達していた。エルンスト・ルートビヒの後継者、ルートビヒ発生は、都市の拡大を大部分中止させた。しかし支出は、彼の狩猟道具に向けられ、さらに増大していた。 すでに先代のエルンストルートビヒも彼に熱中し、大金を浪費し、多くの土地を使い物にならない状態にしていた。ルートビヒ発生は、それを、さらに拡大し、国家財政をめちゃくちゃに破壊し、さらに多くの土地を踏み荒らしていったのである。このためコーチは使い物にならない状態となり、静まり返ったのである。ルートビヒ急世は1768年に砲白に即位した。 彼は、ダルムシュタット氏に厳しい支出削減を命じた。ダルムシュタットにとって、ルートビヒ級生の知性は、立て直しの時期であり、政治的には重要でない時期であった。ルートビヒ級生は、宮廷を、ピルマゼンスに移していたためである。これに対して、カタフクヒの、カロリーネフォンヘッセンダルムシュタットは、たびたび、ダルムシュタットを訪れ、その文化的交流に配慮を見せた。 彼女は1771年にクライスデア、エンプフィンズマンという文化サークルを組織したのだが、その中には若き日のゲーテも参加していた。こうしたことから彼女はディーグロッセ・ロングレフィンという損傷を授けられている。ホハク自身は自らの資質削減。これによる死の財政悪化を彼は見誤ったのである。1769年に完成した。 連兵施設を1771年に新しい施設を建設するために解体したのだが、この建てようとしていた新しい施設はあまりに巨大で、あまりに経費がかかりすぎるものであった。政治の上では、ルートビヒ救世は必要な改革に着手したと言える。地に財政的負担を強いていた弊社を解体し、刑事事件のための拷問題を廃止し、学校制度を近代化した。 ヘッセン大公ルートビヒ一世、ルート美ヒ十世は1790年に即位し、宮廷をダルムシュタットに戻した。知性の開始と同時に、カトリック教徒が自由に、無制限に宗教活動を行うことを許可した。数年後には、ユダヤ人が不動産を獲得することも許した。1796年には、ユダヤ人が初めて市民権を得た。1803年の、 帝国代表社会議主要決議により、ヘッセン・ダルムシュタット砲白は多くの領土を得た。1806年に、ルート・ビヒ10世は、ライン同盟に加盟し、ナポレオンから対抗意を授けられた。これ以後彼は、ルート・ビヒ1世本、ヘッセン・ダルムシュタット・ウント・バイ・ラインを名乗った。ダルムシュタット文書館初代大公の下で、人口は急速に増加し、ゲオルク・モラーは1810年から、 上官の西にモラーシュタットの建設に着手した。この街には急速に社会的に恵まれた地位にある人たちが集まった。一方旧市街は貧困化し悲惨な状況に陥っていった。モラーは領主庭園の宮廷歌劇場やルートビヒ協会などの代表的な建造物を建設した。太閤ルート美ヒ一世は最初絶対君主制を敷いたが1 8二十年に これを取りやめた。任意制を導入し、借金を解消することは、包括目標とした。選挙システムを完成させたが、これは民主主義の観点からはなお遠いものであった。選挙権を持っていたのは、25歳以上の男性で、少なくとも20グルデン以上の直接税を納めているものであった。これに該当するのは、ダルムシュタット市民の約15%であった。 彼らが最初に全権委任した選挙人グループを選び、さらにその中から最終選挙人を選択した後、本当の選挙が行われるものであった。さらに困難なことには、第二子になるには最低100グルデン以上の直接税を納めていることが必要であった。ダルムシュタットでこの条件を満たす人物は20人にも、それでも大公は3月革命前の動きを和らげる、 ことには成功したようであった。しかし1830年に息子のルートビヒ2世が即位すると革命運動は徐々にダルムシュタットにも伝播した。はじめは非政治的新聞が目先の政治に目を転じた程度であったが、1834年6月にゲオルク・ビューヒナーが起草し、フリードリヒルートビヒ・バイディヒが改定したヘッセン旧詩が刊行された。このパンフレットは 太公の統治と貴族を鋭く批判し、あばらやに平和を、宮殿に戦争を、という有名なスローガンで革命を呼びかけた。ルートビヒ記年碑不人気な太公ルートィヒ2世は、国民から高い評価を受けていた父にあやかろうと、ルイーゼ広場に巨大なルートビヒ記年碑を建立した。この時期に愛国心が最高になった少佐に、ダルムシュタットを、 ルートビヒスシュタットと解明する提案がなされた。この提案に対する自由、1848年の初めの住民暴動は次第に拡大し激化した。ルートビヒ2世は1848年3月5日に息子のルートビヒ3世を共同統治者に指名した。その後1848年6月16日に父親が亡くなった後はルートビヒ3世が 単独の統治者となった。ルートビヒ三世は国民に大変愛された統治者であった。彼は太閤の統治が豊かな成果をもたらしていることを強調し民主主義や社会主義の活動を防いでいた。1850年10月9日、ルートビヒ三世は民主化運動の大きな期待を受けてプロイセンをモデルとする三級選挙法を導入した。この制度はその構造上、 自由主義運動を著しく制約するもので、1848年時点の大公の保守的な姿勢が明らかとなっている。その後、工業化がこの都市を発展させた。例えば1848年には、科学企業のメルクが最初の工場を現在のメルク広場に建設した。工業化は貧困者に職を与え、スラム街の貧困化に歯止めがかかり、 革命の規制を削ぐこととなった。ドイツ帝国の創設期には経済が繁栄し、1888年にベッスンゲンがダルムシュタットに合併したことで地域は大きく広がった。1874年にダルムシュタットは新しい統治体制を作り上げた。自治体行政は基本的に拡大した市議会に委ねられた。市議会議員の選挙では2年以上この都市に住んだもので、 あれば、誰でも、同等の投票権を有した。ヘッセン大公エルンストルートビヒ未だに貧困な旧市街の外側に、新しい堂々とした建物が建てられていった。博物館、学校、全く新しい住宅地などである。その中でも、最も重要なものは、1899年に、大公エルンストルートビヒが、マチルダの丘に設けた、芸術家コロニーである。 ここは有限としている発展の中心地となったのである。19世紀最後の10年間は経済発展、人口増加、芸術文化の復興がなされたのだが、最後の要素については議会は懐疑的であった。特に美術工芸品ではなく特定の芸術流派を育成することに対して批判が起こった。素朴なダルムシュタット市民はそうでなくとも、 芸術家コロニーの必要性を認めていなかった。1904年には、当時の市の建築監督であったアウグスト・ブックスワウムは、有限都市ティールは敗北したと述べている。有限都市ティール都市という構成のダルムシュタットの、誇らしげなキャッチフレーズは、同時代の称賛を得られないことを意に返さない、エルンストルートビヒの芸術上の野心を反映している。 第一次世界大戦の勃発とともに建設工事は減少し、戦争があらゆる発展を機能停止に追い込んだ。エルン・ストルートビヒは政治勢力の身長はほとんど持たず、芸術的熱狂と現実離れした世界に逃避した。それでも彼は1918年の11月革命後もタイを拒んだ。それにもかかわらず、ダルムシュタットは 共和体制のもとに樹立されたヘッセン人民州の首都となった。戦後、ダルムシュタットの発展は国の他の地域と並行したものであった。経済危機が短い発展を断ち切り、食糧難、高い失業率、社会的緊張を生み出した。新しい建物が主役放置される一方で、急速に住宅難が進行した。突然の世界恐慌は、 こうした状況を直撃したのである。1930年代からダルムシュタットでも国家社会主義が急速に力を持ち始めた。1931年の国会議員選挙ですでにダルムシュタットは全国平均よりも多くの票を国家社会主義者に与えた。それまで政治的に優位にあったスピードは多くの票を失い、このために衰退しファシズムの道を開いた。 アドルフ・ヒトラーがドイツ国首相に指名された1933年1月30日の夕方、KPD とスピードの自発的な抗議行進が起こり、その後の週には、党主導的なデモや政治集会、さらには新しい権力者に反対する政治手段としてのストライキが検討された。しかし1933年3月5日の帝国議会議員選挙で50%の ダルムシュタット市民が NSTP に投票したことにより反対運動は収束した。1933年の選挙後すぐに国家社会主義者の性的に対する恣意的な逮捕、抗禁がなされた。大量の家宅捜査や共和主義者、ユダヤ人及びヒアーリア人公務員の罷免は狙い定めた統制活動の一部であった。通りや広場は新たにイデオロギーに沿った名称に、 解明された。例えば、フリードリヒ・エーバート広場は、ホルスト・ベッセル公園に、ルイーゼン広場は、アドルフ・ヒトラー広場になった。3月13日、ヘッセン人民衆の議会は、NSTP と中央党の投票により、NSTP 党員のフェルディナント・ベルナーを、ベルンハルト・アーデルンクの公認のヘッセン首相に、指名した。スピードの代議士は、国家社会主義者による、 激しい脅迫を受け、この時の議会には参加していなかった。1937年に、エイバーシュタットとアルハイルゲンがダルムシュタットに合併し、この街は大都市となった。1938年11月9日から10日の、水晶の夜には、ブライヒドーリ、フリードリヒドーリ、エバーシュタットのシナゴーグに火がつけられた。夜明けには、SA と SS の兵士が通りを倒水しながら駆け抜け、 数知れないユダヤ人の商店を破壊していった。多くの死者も出た。あるユダヤ人の少女は SA 隊員が近づいてくるのを見てパニックに陥って窓から転落し、それを目の当たりにした父親はショックで首をつった。1944年9月12日、大火の夜翌日の煙がくすぶるダルムシュタットの街1940年6月8日、ダルムシュタットは初めて、 合計36発の爆撃を受けた。1943年の夏以降、しばしば爆撃を受けるようになった。1944年9月11日から12日の夜は大火の夜と呼ばれる。イギリス空軍による空爆とそれに伴う火災風によってダルムシュタットは一夜にして廃墟と化したのである。この攻撃は人口密度の高い中心部に対してなされ、 一万千五百人が亡くなり、約六万六千人が住む家をなくした。1944年の空爆で廃墟と化した、ルイーゼン広場付近非現実的な廃墟と化した都市で、何ヶ月もの間、なす術もなく、命が失われ続けた。1945年3月25日に、アメリカ軍がこの都市を占領し、やっと国家社会主義と戦争が収束したのである。 終戦までに、ダルムシュタット旧市街及び中心街の99%が破壊され、建物の78%が爆撃の犠牲となった。ダルムシュタットに対する空爆は、人口あたりに換算すると、全ドイツの都市の中でプフォルツハイムーに次いで2番目に、多くの第二次世界大戦の空爆犠牲者を出した、ことになる。終戦時、ただの瓦礫の山となった都市は、 合計12,300人の犠牲者を悼んだ。ダルムシュタット占領後、ルートビヒメッツガーが上級市長となった。1946年に新しく樹立したヘッセン州の州都はダルムシュタットではなくビースバーデンが選ばれた。市の復興では上館、市長者、国立博物館といった偉大な歴史的建造物が再建された。しかし、旧市街には、 新しい道路網が整備された。最初の極めて細かい外区に分割する案は、り避けられたが、住民からの同意を得ることなく新しい外区の切り分けがなされた。旧市街の北西部には、大学のキャンパスが増築された。この時期に作られた新しい建築物は、装飾を廃した実用本位の形態であった。 都市建設の骨子となるプランは1947年から都市建設行政のリーダーを務めることになったペーター、グルントのアイデアによるものであるが、そのシステムは組織体としての幹線道路網を基本とするものであった。ルイーゼン広場とルイーゼンセンター再生可能な旧国立劇場の廃墟は劇場としては廃止となり、1972年にビルヘルミーネ広場に、 新しい劇場が建設された。ルイーゼン広場のほとんど破壊され尽くした、救急電も再建されなかった。激しい議論の結果、ここには1977年にショッピングセンター、ルイーゼンセンターが建設された。ダルムシュタットには多くの国内、国際研究機関があり、これにより1997年8月に学術都市の故障をヘッセン州内務省から与えられた。 その後、ダームスタチウムとして周期表に現れた。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照しておりません。ありがとうございます。